題しています。回答は、すべてコンピューターで処理され、あなた様の秘密は厳重に守られております。質問には、お手元の電話機のダイヤルボタンを押してお答えください。なお、選挙権がない方、運転中の方は、このまま電話をお切りください。まずはじめに、あなたがお住まいの郵便番号を7桁で入力してください。それではどうぞ。それでは質問です。あなたの性別を教えてください。男性は1番を、女性は2番を押してください。それではどうぞ。あなたの年代を教えてください。18歳、19歳は1番を、20代は2番を、30代は3番を、40代は4番を、50代は5番を、60代は6番を、70歳以上は7番を押してください。それではどうぞ。あなたのご職業は次のどれになりますか？農林水産業は1番を、自営業は2番を、会社員、公務員は3番を、主婦、家事手伝いは4番を、無職の方、学生は5番を、その他は6番を押してください。次の質問です。あなたは7月10日投開票の参議院選挙の投票に必ず行かれますか？それとも、できるだけ行くつもりだとお考えですか？必ず投票に行くは1番を。できるだけ投票するつもりだは2番を。行かないは3番を。わからないは0番を押してください。それではどうぞ。次の質問です。支持政党について伺います。継続的な支持政党を意識していない人を無党派層と言われますが、あなたはご自分を無党派層だとお思いですか？無党派層だと思うは1番を。支持政党があるは2番を。わからないは0番を押してください。それではどうぞ。次の質問です。無党派の方にもお伺いします。現在の支持政党について、あなたが現在支持している政党、あるいは主催する政党はどこですか？自民党は1番を。公明党は2番を。立憲民主党は3番を。日本維新の会は4番を。共産党は5番を。国民民主党は6番を。社民党は7番を。れいわ新選組は8番を。NHK 党は9番を。その他の政党、わからないは0番を押してください。それではどうぞ。次の質問です。前回の衆議院選挙は昨年10月でした。この選挙の比例区は政党名で投票します。前回の衆議院選挙の比例区で、あなたは、どの政党に投票しましたか？あるいは、支持していましたか？自民党は1番を。公明党は2番を。立憲民主党は3番を。日本維新の会は4番を。共産党は5番を。国民民主党は6番を。社民党は7番を。れいわ新選組は8番を。NHK 党は9番を。その他の政党、わからないは0番を押してください。それではどうぞ。次の質問です。7月10日投開票の参議院選挙についてお伺いします。これから参議院選挙の候補者の名前を読み上げますので、その名前を聞いて、顔や人柄が思い浮かぶなど、あなたが知っている人には1番を、知らないは2番を押してください。まず、松下信平さんです。自民党、現職で、当選3回の松下信平さんの顔や人柄が思い浮かびますか？知っているは1番を。知らないは2番を押してください。それではどうぞ。次に、黒田七さんです。立憲民主党で、元 NHK 気象キャスターの黒田七さんの顔や人柄が思い浮かびますか？知っているは1番を。知らないわ。2番を押してください。それではどうぞ。次に、白井義友さんです。共産党の白井義友さんの顔や人柄が思い浮かびますか？知っているわ。1番を。知らないわ。2番を押してください。それではどうぞ。次に、黒木彰光さんです。国民民主党の黒木彰光さんの顔や人柄が思い浮かびますか？知っているわ。1番を。知らないわ。2番を押してください。次の質問です。あなたが支持する候補者をお伺いします。今度の参議院選挙で、あなたが投票しようと思う候補者はどなたですか？自民党、現職の松下信平さんは、1番を。立憲民主党の黒田七さんは、2番を。共産党の白井義友さんは、3番を。国民民主党の黒木彰光さんは、4番を。NHK 党の森大地さんは、5番を。参政党の今村幸文さんは、6番を。わからないは、0番を押してください。それではどうぞ。それでは、あなたがその候補者を支持する気持ちは、次のどちらに近いですか？支持する気持ちが強いは、1番を。迷いの気持ちの方が大きいは、2番を。わからないは、0番を押してください。それではどうぞ。次の質問です。6年前の参議院選挙について伺います。6年前の参議院選挙では、自民党の松下さんが当選しました。あなたは、この選挙で誰に投票しましたか？あるいは、支持していましたか？投票しなかった方は、0番を押してください。自民党の松下信平さんは、1番を。無所属の読山洋二さんは、2番を。幸福実現党の河野一郎さんは、3番を。わからない、投票しなかったは、0番を押してください。それではどうぞ。最後の質問です。岸田内閣について伺います。あなたは、岸田内閣を支持しますか？それとも、支持しませんか？支持するは、1番を。どちらかといえば支持するは、2番を。どちらかといえば支持しないは、3番を。支持しないは、4番を。どちらとも言えない、わからないは、0番を押してください。それではどうぞ。質問は以上で終わりです。本日は、お忙しいところご協力いただきまして、誠にありがとうございました。どうぞ電話をお切りください。